あれどこでしょう、高校茶化した勇者いたろ。あいつあれからずっとじゃんけん負け続けてたらしいぜ、サザエさんと。希望の席替えか。はい、伊藤潤二の漫画出てたよな。はい、出てたか。何に今日だけ遅くなって。おかしい。え、だっていつ以来？卒業式以来かな。やっぱそうだよね。可愛いこと喋ってうるせえよ。バイバイ。じゃあね。全然変わんないね。あ、そう。変わんないかな。今って小塚？あ、そうそうそう、小塚。え？あ、あ、うん、いるいる、二階堂。だよね。私、アキラと中学が同級生で。え、ああ、あいつと中学一緒だったんだ。そう。え、なんか縁あるよね。あいつって中学の時からあんな感じだった。ああ、もうすっごい。あんな漫画みたいな人いるんだって感じ。みたいだよね。まるで芸能人でね。休み時間になると学年関係なくいっぱい女子が集まってきてアキラを見ていくの。タナボタか。特に意味はない。これはただの好奇心。流血事件。アキラを取り合って見たい、本当のあいつを。アキラ無理に変人ぶってねえでさ。